ました。ここです。安心してください。薬王は慈悲深い。あなたを傷つけたりはしません。改めて自己紹介させてください。私は薬王秘伝の侍者。調楽天では身分を明かすことができませんでしたが、今なら堂々と口にできます。薬王秘伝は薬王様を信仰する組織で、侍者は教徒たちの呼び名です。長生を手に入れるには侍者になる必要があります。そして侍者になるには簡単な試験を受けなければなりません。お許しください。薬王秘伝は徐々に大きくなり、あの要求の信者の注意を引いてしまっているので、細心の注意を払って行動しなければ後が恐ろしいのです。この運気群のことは気にしないでください。彼もあなたと同じように試験を受けているだけですから。あの要求に惑わされた者だけが薬王様を憎むのです。悲しいことにそういった人はあまりにも多いですが、北条の名を耳にしたことがあろうとなかろうと、どの種族も薬王様の恩恵と治癒を渇望しています。古族は300年しかない寿命の治癒を、寿命族は輪廻と一族が途絶えることに対する治癒を、そして先修人は魔恩の身による苦しみの治癒を渇望している。私たちとしてはあれは苦しみではなく進化の恩恵に近いものだと思っていますが、あなたの質問に戻りますが、薬王様は短命種の老衰や病の苦しみ、そして死を治癒することができます。薬王様が先修人を治癒したようにね。求めれば必ず与えられる。薬王様は寛大な心をお持ちで、誰かの祈りを簡単に拒むことはない。ですから薬王秘伝の試験もそこまで難しいものではありません。この千樹寺飛薬王救世品を500回書き写し、仲間たちにあなたの誠意を示せば晴れて侍者になることができます。これは私たち薬王秘伝の根本にある大教ですので、敬虔な心を持って書き写してください。できれば暗記してくださいね。もちろんこれは初めの一歩に過ぎません。侍者になった後も多くの試験を受けてもらう必要があります。ご心配なく、ちゃんと用意してあります。伝統的な泉州の分房手法で人体工学に基づいて作られているので、5万回書き写しても疲れないんですよ。嘘じゃありません。私は実際に5万回書き写しましたから。もう書写はいいから早くこっちに来い。やっと来たか。お前のことは知ってるぞ、慶元将軍の客人。お前偵察に来たんだろ。俺も同じだ。俺は調楽天を担当している運気軍だ。あの緑不要が
こそこそと反逆の思想を広めているのを見てここに潜入しようと思ったんだが、まさか来るなり疑われるとは思わなかった。本当に薬王秘伝に加わりたいんだと信じてもらうためにかなり努力したんだ。こういう組織が勢力を伸ばそうとしているときは大抵の場合法を司る組織に影響を与えられる船員を欲しがっているものなんだ。だから俺も甲冑を着てきた。これこそ需要を完全に見抜くということだな。し、声を小さくしろ。こいつらは手強い。もし俺たちが偵察に来たことがバレたらまずいことになる。カセン、手伝ってやる。運気軍に入る前は新作府で150年ほど事務の仕事をしていたから、書写なんて朝飯前だ。先に決めておこう。俺は書写を手伝い、お前は俺の援護をするんだ。俺は新作府に行ってこの情報を伝えなければならない。心を落ち着かせてゆっくりと書き写してください。時間をかけて千住寺飛躍王救世品の史上の美と善を体得するのです。もう写し終わったのですか、こんなに早く。見せてください。本当に終わっていますね。早いだけでなく完璧とは。どうやらあなたにはかなりの宣言があるようだ。そう焦らないでください。入門の試験は2段階に分かれていて、あなたとそちらの運気軍は最初の段階を完了しました。あとは最後の段階が残っています。よし、じゃあ次の段階は明日からでいいよな。俺は勤務中にこっそり抜け出してきてるんだ。そろそろ戻らないと怪しまれてしまう。ご心配なく、2段階目は簡単ですからすぐに終わりますよ。私たち薬王秘伝の原則は疑わしき者は使わず仲間は疑わずですから、お二人には決闘をしてもらい生き残った方を正式に自社と認めましょう。書写で敬虔な心を確かめることはできても、組織に忠誠を誓えるかどうかを判断するにはもっと強力な保証が必要ですから。この規則は私が決めたわけではないので仕方のないことだと思ってください。待て、やめてくれ。俺たちがここに来たのは長生のためであって死ぬためじゃない。急に戦いと言われても俺には無理だ。決闘は強制ではありませんので戦わなくても結構ですが、そうなるとここから出すわけにはいきませんね。わかった、戦う。その代わり少しだけ心の準備をさせてくれ。それくらい許されるだろ。こんなこと今までしたことがないんだ。私は構いませんが、そういうことはあなたと戦う相手に聞いた方がいいのでは。では準備してください。時間は貴重ですから急いでくださいね。こうしよう、いい方法思いついた。お前を薬王秘伝に入らせて俺も安全に撤退できる方法だ。俺たちで決闘して俺はお前に負けて殺されたふりをする。お前は死体の処理を手伝うふりをして俺を現場から連れ去る。これならお互いの目標を達成できるだろ。そのお前の腕前は知ってる。頼むからうっかり本当に俺を殺したりしないでくれよ。よし、やっぱりお前は信頼できる。それじゃあ
俺の命はお前に預けたからな。準備はできましたか？もう決闘を始めても。少しでも変化があれば全体のルートが大きく変わってくる。二人とも道はわかるか？僕はわからないな。私はこっちの方から来たからよく知ってる。私についてくれば間違いないよ。その無口くん、準備ができたら私に教えて。一緒に出発しよう。あんた、私が無口くんって呼んでも怒らないよね。優しいんだ。ん？何でも聞いて。知ってることなら何でも答えてあげる。どこかで反物質レギオンの爆弾が見つかったとかで、安全のために一旦ラフを封鎖して、その爆弾の処理が終わり次第解放するって聞いたけど、本当かな？何にしても、お上は何も教えてくれないまま、私に竜雲渡しにいる人たちを避難させるよう指示したの。知り合いじゃないよ。羅刹とあんたに会ったの、ほとんど同じタイミングだったし。でも、どこかで会ったことがあるような気もするんだよね。ちょっと見覚えがあるというか。どこだったかな。私について言うことなんて。そんなに長くはないかな。でも私は昔から厳格な運気式訓練を受けてるんだ。私の両親は妖精じゃ有名人なの。そうじゃなければ私は生まれてなかった。だから生まれた時から二人は私を厳しく教育してきたんだ。新兵だからって見くびらないでよね。うん、行ったことある？妖精とラフにはそれぞれの特色があると思うんだよね。今はラフの運気群にいるけど、妖精の方が好きかも。リーダーで言えば、ケーゲン将軍より妖精の女将軍の方が頼りがいがあると思う。あ、今言ったことは忘れて。何も聞かなかったことにして。無口くん、なんで黙ってるの？危険があったら大声で叫んで。自分が戦えるからって一人で突っ込んだりしたらダメだからね。孫悟の意志よ。弱すぎるよ。従え。た。おやすみ。俺が守る。せっ。三月の六層表。
ここで誰かと戦ったようだな。魔音の身に落ちた運気具、こんなにもひどい変異が起きているとは。性格の影響か。あれ、ここに通路があったはずなのに、どうして。誰かが竜雲渡しの操作台をいじってコンテナで道を塞いだんだろう。誰がやったの。もうおしまいだ。私、気候に関しては全然ダメで。待って、あんたなんでちょっと詳しそうなの。僕は商人だから、ここには何度も来たことがあるんだ。君は運気軍なのに、この辺りの道に詳しくないのかい。妖精から派遣されたばかりだって言ったでしょ。ここにはあんまり来たことがないの。操作台ってどこにあるの。あれじゃないか。どれどれ。おお、ランセス、あんた目がいいんだね。今後の意志を。宝剣たち行け。剣、飛燕の如し。後悔しても遅い。小手万剣天雷。お注射の時間よ。おやすみ。受け止めきれるかな。剣よ、我に従え。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。対処法を考えよう。
よかった、精査が残ってる。この精査はどこに行くんだ。不当の路線を見るに終点は精査会の中枢だね。うん、そこまで行けば私たちも安全だよ。うん、さあ乗ろう。まだ早いし、どこかへ行こうか。準備はできましたか？もう決闘を始めても。こちらの運気軍の方は？俺も準備できたぞ。それでは始めましょう。おりゃあ、くらえ！受け止めきれるかな。手の施しようがないわね。安心しろ。戦闘時素晴らしい腕前ですね。さっきまで元気いっぱいだった運気軍があっという間に倒されてしまいました。あなたが勝ってよかった。この者は運気軍の甲冑を着ながら入信したいと言ってきたのですが、考えなしの発言が多くて、もし彼が勝っていたとしても本当に信用できるのか少し不安だったんです。シギク、ラント、この運気軍を適当な場所で処理してください。あなたがどう処理すればいいか知っているのですか？長い付き合いの協力者。まさかあなたも同じ穴のムジナだったとは。うん、いいでしょう。ここ数日ほど仲間たちが凋落点で布教活動をしているのですが、猟犬どもの注意を引いてしまいまして、あなたが処理した方が安全かもしれませんね。ではこれを組織での最初の仕事ということにしましょう。あなたが積極的だということはちゃんと上に報告しておきます。何はともあれおめでとうございます。あなたは晴れて寺社になりました。名前はハイボタンにしましょう。ハイボタン、人目を避けるために一旦別々に行動して後で落ち合いましょう。それではまた後ほど。俺の死んだふりはうまかっただろう。あいつらは狂人の集まりだ。後で接触するときは気をつけた方がいい。ああ、ま、お前の腕前なら俺が心配するまでもないか。じゃ、俺は新作府に戻って報告をする。くれぐれも気をつけるんだぞ。珍しい剣は見つかるかな。困りごとなら地甲子に解決してもらえばいいんじゃない。
ここで緑妃王と落ち合う約束だったはずだけど、なんで誰もいないんだ。手紙がある。廃ボタン。緑妃王が俺に残した手紙か。薬王秘伝は本当に慎重だな。先に奴らの任務を終わらせるしかないみたいだ。手紙を奪い取る。それなら長楽殿の物流帳の棚に行って探してみるか。この棚にはないみたいだ。他の棚を探してみよう。この郵便物、新作譜宛て至急って書いてある。見つけた。これが薬王秘伝が奪おうとしてる手紙だ。でもこの郵便物には暗号化が施してあるな。重要な情報なら当たり前か。解除できるか試してみよう。解除できた。薬王秘伝の内部命令で間違いない。この緊急指示を見る限り、薬王秘伝は最近の新作譜の潜入行動に気づいてるみたいだな。だから緑妃王は急いでこれを奪おうとしたんだ。スマホにコピーを入れて緑妃王に渡そう。Thank you.